近年、アクセルとブレーキの踏み間違いによる事故がしばしば報道されていますが、そんな中、次のような意見を聞いたことはあるでしょうか？ AT 車はペダルが2つしかないのだから、右足はアクセル専用として考え、左足でブレーキを踏めばいいのではないか。そうすれば踏み間違いは起こらないはずだ。この意見には賛否両論あり、ネット上ではこれまで熱い議論が多く繰り広げてこられました。普段右足でアクセルとブレーキを踏んでいる人にとっては信じられないことかもしれませんが、この左足でブレーキを踏むという行為が一部では当然のように行われているというのです。今回は左足ブレーキの社会的背景やメリットとデメリット、ネット上の声などをご紹介します。踏み間違いによる事故は昔から頻繁に起きている？実は AT 車による踏み間違いによる事故は AT 車の普及が始まった1980年代から頻繁に起きており、 AT 車の歴史は踏み間違い事故の歴史といっても過言ではないと言います。そのため1987年6月17日の日本経済新聞には AT 車事故多発原因は操作ミス、マニュアル車と違った教育必要という記事が掲載され、従来のマニュアル車の運転法とは別に人間工学を駆使した運転技術を確立、ドライバーに広めることが必要になる。米国では左足ブレーキもかなり一般的として、左足ブレーキ論の本格的な検証を促していたといいます。法律上は違反なのか？実は道路交通法上、ブレーキペダルを踏む足には特に規定はなく、どちらで踏んでもいいようです。しかし国内では教習所などにおいて右足ブレーキを基本として指導するという方針が決まっており、また AT 車のマニュアルには右足でブレーキを踏むようにとする説明書きが存在します。さらにレース車両などの左足でブレーキを踏むことを前提に設計されているものとは反対に、普段私たちが使用する車は右足でブレーキを踏むことを想定して設計されています。そのようなことから、公道では右足ブレーキが一般的に浸透しているのです。ただしレースの世界においては、マニュアル車でさえも左足でブレーキを操作することはレースで勝利するための当たり前の行為のようです。左足ブレーキのメリット。ここからは左足ブレーキ支持派が提唱する左足ブレーキのメリットをご紹介します。メリット1、運転が楽になる。右足はアクセル専用、左足はブレーキ専用と役割を使い分けることで運転が楽になる。メリット2、空走距離が短くなる。アクセルペダルからブレーキペダルに移すタイムラグをなくせるため、制動距離のうち空走距離がなくなり、時速 35km で走行時には約 3m ほど制動距離が短くなる。メリット3、走行安定性が増す。車輪にエンジンからのトルクをかけたまま制動することによって、雨や雪のようなグリップの悪い路面、特にカーブでは安定性が増す。メリット4、踏み間違いが減る。右足はアクセル、左足はブレーキと一つの足に一つの役割しか与えず、仕事を分けてやれば踏み間違いは減る。メリット5、微妙なアクセルワークが可能。砂利や段差がある路面での駐車時、路面抵抗が大きくてブレーキを離しただけでは車が動かないとき、ちょっとだけアクセルを踏んでストップしたいときなど、アクセルを少し踏んだら急に動き出して、右足をブレーキに踏み替える間もなく、車体をどこかにぶつけてしまう恐れがあります。こういうときに、右足でアクセルを少し踏みながら、左足で踏んだブレーキで車の動きをコントロールすれば、車を1センチ刻みで動かすといったような微調整が容易である。メリット6、コーナーがスムーズ。コーナーへの進入から立ち上がりが極めてスムーズ。メリット7、バックが楽。車庫入れなどバックで右後ろを見ながらでも運転しやすい。
左足ブレーキのデメリット。ここからは左足ブレーキ否定派が提唱する左足ブレーキのデメリットをご紹介します。デメリット1、微妙な加減が難しい。ブレーキの微妙な感覚が左足では難しい。デメリット2、MT 車に乗り換えた時に危ない。オートマチック車で左足ブレーキを踏む癖をつけると、マニュアル車を運転している時、パニック時にブレーキではなくクラッチを踏んでしまう恐れがある。デメリット3、ブレーキランプがつきっぱなしになる。ブレーキペダルは吊り下げ式ペダルとなっており、運転中左足を乗せておくと半ブレーキ状態になって、ブレーキランプが点灯状態になる。その発生を防ぐため、ブレーキから左足を離していると、アクセルからブレーキを踏み替える時と同様の空走距離が発生する。デメリット4、状態が安定しない。左足をフットレストに固定しておかなければ、ブレーキの際に、上体が前に持っていかれる。デメリット5、無理な体勢を強いられる。右足でブレーキを踏むことを想定して設計されているため、左足でブレーキ操作を行おうとすると、体幹がどうしても右寄りとなって、体が右を向いてしまう傾向がある。そのため、シートベルトが正しい位置で締められないなどの弊害が起こることがあります。また、構造上、左足でブレーキを踏むことは、無理な体勢を強いられ、フットレストやシートによる体のホールドを低減し、事故の際には、予期せぬ方向に運動エネルギーがかかる恐れが生じる。デメリット6、エアバッグから体が外れてしまう恐れがある。体が傾いた状態で衝撃を受けると、エアバッグにうまく受け止めてもらえないことも発生、すなわち、エアバッグから体が外れてしまうということが起こり得る。デメリット7、アクセルも同時に踏み込んでしまう。左足ブレーキを踏む癖のある人に急ブレーキを踏ませる訓練をさせると、多くの人はアクセルも同時に踏み込んでしまう。ネット上の声。以上、いかがでしたか？個人的には右足ブレーキで十分なので、左足に変える必要性は今のところは考えられませんが、メリット5でご紹介したアクセルワークは、
必要な時もしばしばありますので、できるようにしておきたいですね。